湘南台地区の顔となっている湘南台文化センター、市民シアターと子ども館、一度は訪れたことがあるという方も多いのではないでしょうか。今回はこの2つの施設で初めてのイベントが行われるということなので、私も参加していきたいと思います。演劇やコンサートが行われる市民シアター、遊びながら学べる展示ホールやプラネタリウムが楽しめる子ども館、今回その2つの人気施設の裏側を子どもたちが探検するイベントを初開催しました。イベントの狙いについてシアター長の角田さんにお話を聞きました。まず今回のこの湘南台探検隊というイベント、初のイベントと伺っているんですが、はい、どんなイベントなんですか。そうなんです、湘南台探検隊というのはこの市民シアターと子ども館の共同企画と、初の共同企画ということで、このバックステージツアーの後に子ども館の宇宙劇場まで潜入して、最終的に宇宙劇場の裏を楽しんじゃおうという、まあ、福袋みたいな企画となっております。普段から、まあ、利用している子どもたち結構多くいらっしゃると思うんですけど、なんか両方楽しめるっていうのはお得感があってかなり楽しみですよね。そうなんですよね、うん、子どもたちもあの前を通ったりしてね、あの丸い建物なんだろうっていうふうに常に思ってるみたいなんですけども、意外と中入った人がいない人が多くって、その話を聞いたところで、まあ、中を探検して見させたら面白いんじゃないかっていうことで、この企画考えました。はい、ちなみに今日参加するお子さんたちに こんなこと感じてほしいとか、ここ見どころっていうところもしあれば教えてください。そうですね、あの市民シアターの方はもちろん舞台の裏側っていうことで、普段入ることができない舞台の、ね、裏側、舞台に興味を持っていただけたらすごく嬉しいですし、宇宙劇場に関しては、宇宙劇場ってあの学校でね、あの皆さんプラネタで見に来てると思うんですけども、それがどんな風に作られているのかっていうのを分かっていただけたら、それはそれで、とても嬉しい話です。イベントを楽しみに多くの親子連れが参加しました。今回はどうしてこう参加しようって思ったんですか。プラネタリウム見たかった。あ、プラネタリウム、普段からこういらっしゃるんですか、こちらの施設は。あのずっとコロナで、はい、あの来れなかったんですけれども、あの今回思い切ってお邪魔させていただきました。どうして今回このイベントに参加しようと思ったんですか。あ、なんかちょっといろいろ舞台裏とか興味があって、ちょっとこういう機会があったらなと思って見に来ました。なんかこういう仕事に興味があるとか。はい、結構ちょっとあの裏方っていうか興味があって、まあ、ちょっとぜひ見てみたいなってことで。今日はお子様が参加したいということで参加ですか。あ、私が興味があって、あのこの子も興味持てるかなと思いまして。そうなんですね。普段からじゃあこの施設は結構いらっしゃるんですか。いや、あの隣 の施設にはよく来てるんですけど、この市民シアターは初めてです。そうですか、はい、ちなみに今日一番何が楽しみですか。お姉ちゃん、何か楽しみなことある。人気施設の裏側はきっと楽しいはず。まずは市民シアターに関する基礎知識、舞台用語を教えてもらいます。舞台の名前なんですが、まず右側を上の手と書いて上手と呼びます。でそして反対に客席から見て舞台の左側を下の手と書いて下手と呼びます。はい、舞台の上にいる役者さんやスタッフさんに指示を出すときにですね、右手左手って言っても向きが変わると右左変わっちゃいますよね。なので上手に行ってください、下手に行ってくださいというふうに指示を出すということです。他にも舞台にはこんな仕掛けがあるんです。さあ今こちら舞台がね、動き出しました。ぐーっと下に下がってきました。こちらセリーというものなんだそうで、とてもねこう変わった形、半円型しているっていうのがね珍しいそうです。今もうこの床よりさらに下にどん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 下がっていっています。でこちらはこう大道具を上げたりとか、こう役者さんがこちらに乗って上がってきたりとか、そういう時に使うんだそうです。小編成のオーケストラがここで演奏するんです。今回は特別にこちらのセリに参加者全員が乗せてもらうことに。はい、お願いします。うん、
かなり安定してぐーっと上がりました。すごい大興奮、大興奮だね。意外と知らない舞台装置の説明などを受け、参加者の皆さんも多くの発見があったようです。そしていよいよここからが本番です。普段見ることができないシアターの裏側を丸ごと探検します。まず向かったのが舞台が見渡せるこちらのお部屋。中では照明や音響を操作する卓があるんです。さらにキャットウォークという高いところにある点検通路を通ってステージの裏側へ。舞台機材の解説をしてもらったり、出演者が待機する楽屋の前を通りました。中でも人気だったのが照明のコーナー。これを回すことによって回して回してくる、これがミラーボールというかね。ミラーボールはボール自体が光っているわけではなく、ミラーボールについた鏡に照明を当て光を反射させているんです。鮮やかな照明の世界に記念撮影をする子どもたちが多く見られました。なんかすごい劇場みたいな感じで、なんかこういうのはこうやってやるのって初めて見ました。出発からおよそ40分、市民シアターの裏側探検が終わりました。参加者の皆さんは、今いろいろ見てきたけど、今何が一番面白かった、ここまでで、すごかったなっていうのある？なんか照明のところ、いろんな照明あったね。何が可愛かった？ミラーボール。ミラーボールすごかったね。何が一番すごかった？上に、上に行ったりした、ね、上歩いたね。なんか下見えたとこあったよね。怖くなかった？怖かったよね。私も怖かった一緒にずっと回ってたけど、何が一番すごかった？これすごい、なんかあそこでなんかウィーって出てくるときに、なんか煙とかなんかすごいウィーって出てくるときがかっこよくてね、ウィーって出てきたよねそう、煙もあってね、あんな間近で見れないもんね、まだいろいろあるみたいだから、テレビでしか見たことないからすごい興奮してたから。じゃあ扉開けていきますので、ちょっと一般の方もいらっしゃるので迷子にならないように。興奮冷めやらぬ中、続いては市民シアターの裏道から子ども館の宇宙劇場に潜入します。プラネタリウムや全編集映画を投影する機会を間近で見学できることに。今ね、皆さんでこのプラネタリウム座りながら説明を聞いてるんですが、星を映すこの機械の説明なんかをねしてくださっています。これからこのプラネタリウムって皆さん見たことあると思うんですが、空全体に映像って出ますよね。あれね、実は分かれてるんです。前と後ろで、それが分かれてないよってくっついてるように見せかけて投影してるんです。そう、子ども館のプラネタリウムは複数あるプロジェクターの映像を重ね、星や惑星などを映し出しているんです。今日はですね、特別にこの操作盤がね、あそこに大きく画面で出てるんですけど、こう手元を見ながらこのボタンを押すとこんな星が映るよとか、こんなライトが出るよっていうね、説明を受けながらこの星空を楽しんでいる状態です。すごいいろんな裏側が見られて本当に楽しい。動かしてみますよ。こちらのスクリーンに映っているのはプラネタリウムへの指示。せーの、ジョン。例えば宇宙から地球を見下ろすことも。地球が出てきました。回してみましょう。これ今ね、私手動で全部操作しています。ぐる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 。あ、いいですよ、映していただいて、はい、これもね、先ほど酔いますよね、こんな急に動かしたらね。市民シアターに続き、子ども館もおよそ40分に及ぶ探検。皆さんとても楽しんだようでした。
探検隊参加してみてどうでしたか？楽しかった。楽しかった。お母さんいかがでしたか？普段見れない裏側が見れたんですごく楽しかったです。全部なんか初めて見るものでしたよね、はい、何が一番楽しかった？プラネタリウムのいろいろやってるところ、普段入れないところに入れたりして、はすごい楽しかった。どうでしたか探検隊参加してみて？なんかあれ展示もあれここのホールもなんかいろんないつもじゃわからない経験ができて楽しかったです。お父さんお母さんはいかがでしたか？そうですね、私も子供の頃からもあったところなので、本当私も子供館でめっちゃ遊んでた世代なので、その裏側とかここができる過程が知れてすごい良かったなって思いました。今回イベントを主催した市民シアターの角田さんに改めてお話を聞きました。角田さん一日お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。無事終わりましたけどいかがでしたか？はい、かなり限られた時間の中でね、駆け足でこう階段を上ったり上がったりしてしっかり見えたかどうかちょっと心配だったんですけど、まあ、目の前にいる子どもたちは非常に興味を持って、楽しんでいたように思います。これを機会にまた市民シアターとかね、子ども館に興味を持って身近なものに感じていただければ幸いです。はい、いや私も今日一日参加させていただいて、はい、本当に楽しくてもうあっという間の時間でした。はい、ありがとうございます。もし今後の展望などありましたら、はい、ぜひお聞かせください。この後もですね、夏休みとかにバックスイーツアー、また夏の午後のミニコンサートとかダンスワークショップ、そして中高生のための演劇講座とか、大人のためのものも用意しております。ぜひ市民シアターおよび子ども館の SNS ホームページ等をチェックしていただいて、どうぞ来ていただけると非常にありがたいです。はい、これからも楽しいイベントを期待してますので、はい、今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。疲れたでしょう？楽しかったです。よかったです。はい、どうもありがとうございます。湘南台文化センターの市民シアターと子ども館ではこれからもたくさんイベントを行いますので、ぜひ足を運んでみてください。